はい、2023年7月4日、今日で97回目になります。100回まであと3回です。今日のテーマはですね、なんだっけ、100回までのカウントダウン総集編パート7、パート7っていうかな、総集編としての7回目になります。今日のテーマはやりながら修正していきましょうということについてお話ししようと思います。これね、何回目かに、結構後半の方にですね、このテーマでね、お話ししたことあるんですけれども、やっぱり、この総集編としてですね、最後の10回はですね、まとめに入ってるんですね。今まで話したことで、大切かなと思うことを、10回に総集編としてまとめているんですけれども、このやりながら修正していこうっていうのはですね、大切かなって思ってテーマにしてみました。ちょっとだけね、自己紹介させていただきます。手織りの教室とアルメニアンレース教室をしております。ユースアキコ、ユアです。特に手織りの教室はですね、25年も続いています。カルチャースクールで、から独立して16年目になります。その長く続けてこられたコツというか、ポイントというか、そういったことをですね、を中心に、ハンドメイド教室のイロハ、私タイトル言わなかった。ハンドメイド教室のイロハ、今更聞けないことも話しちゃう。というタイトルでインスタライブ始めまして97回目となります。ね、頑張って、本当、ちょうど1年ぐらい前、7月から始めたので、で丸1年っていう感じになります。クリスマスの時とお正月はちょっとねお休みしたので、それがなければ1ヶ月ちょっとぐらいね、早く100回を迎えたと思うんですけれども、ちょっとその間はね、お休みしましたので、ちょうど丸1年ぐらいで100回となります。いやー、自分でもですね、あと3回で、あ、キルト鈴木さん、いつもありがとうございます。97回目でございます。ね、本当によくここまでやれたなというふうに思ったりもして、ここまでね、どなたもいらっしゃらなかったっていうことがね、今のところね、本当キルト鈴木さんはね、ほぼほぼ毎回来ていただいて本当にありがとうございますです。そういった方がねいらっしゃると、やっぱりこのカメラの向こう側に誰かがね聞いてくださると思うとですね、やっぱり違うんですよね、人間って。誰もいなくても、誰も来てくれなくても、ちゃんと30分ぐらいは喋ろうとは思ってはいるんですけど、やっぱりね、こうやって来ていただいてコメントくださったりすると、モチベーションがアップアップアップっていう感じにね、やっぱりなりますよね、人間ってね。本当にありがとうございます。あと3回お付き合いいただければと思います。ですね、今日のテーマはですね、先ほども、97回祝といただきました。本当にありがとうございます。毎回クラッカーが、あ、こうか、こういう感じ、あーって感じで上がっております。毎回ですね、あ、そうだ、キルト鈴木さん、今すっごいダイナミックのね、作品作ってらっしゃいますよね。すごいよね。あれって初めにこう自分のイメージがあるんですか、それともこうやりながらやっぱりこうしてこうしてこうみたいな感じでこう変化させていくんですか。努力は嘘をつきませんよ。本当ですよね。そう願いたい。そう願いたい。本当そう願いたいというか、どこかで誰かがね、必ず見ててくれたりとするんですよね。出来上がりました。はい。あれって布を見て、生地を見て、こうしようみたいな感じになる、初めにこうイメージがあるんですか、それともやっぱり布を見てっていう感じなんですか。やっぱり作品作る時も計画してね作ることもある
とは思うんですけれども、思うままに、あ、そうですよね。だから今日のテーマもね、やりながら修正していこうっていうテーマなんですけれども、私自身の教室もですね、まあ、カルチャースクールから独立するとき、したときも、もう独立しちゃえっていう感じの、まあ、気がついたらというか、やっちゃえみたいな感じで、まあ、独立したんですね。イメージの。でもほら、イメージもあっても、その布がそのイメージ通りにいかないときは、やっぱりその、布の言うことを聞きながら、こうだな、こうだな、みたいな感じで、きっとこう、臨機応変っていうのはおかしいですけども、やりながらこう変わっていく部分ってないですか？作品作りとやっぱりちょっと似ているような気がするんですよね。完璧に100%、自分の計画した通りに作品っていかなかったりするじゃないですか。あ、ここのところちょっとこうだなとか、あ、こうしたいなっていうのってやっぱりやりながらじゃないですか。それとなんかね、こういう教室をやるとか、自分の好きなことを仕事にしていくときって似てるような気がするんですよね。で、まあ、去年の9月ぐらいからですね、ちょっとずつですけれども、アドバイスもね、させてもらってるんですけれども、頭の中おかしい。そんなことない、おかしい、そんなことない。そんなこと絶対ないです。あ、おかしくないです。絶対おかしくないです。私も今ね、アルメニアンレースの袖飾りって言ってね、アルメニアンレースをこう、袖飾りを七分袖のものにやってるんですけれども、もう完璧に、全然決めないでやってます。手の赴くままに、かっこよく言えばね、赴くままにこうやって、あ、ここでちょっとこういうループっていうんですけどね、一目のこういろんな刺し方っていうか結び方があるんですけれども、あ、ここでこういうのにしようっていう形でやりながらね、対応してるっていうか、向き合ってるんですけれども、コットンさん、ありがとうございます。こんばんは。97回目です。やりながら修正していきましょうっていうことをね、ちょっと今日はね、お話ししています。作品作りとね、似てるんじゃないかなっていうふうにね、今ね、キルト鈴木さんとね、ちょっとコメントしながら、やって、話してるんですけれども、去年の9月は術後でした。あ、その後ぐらいからですよね、キルト鈴木さんね、ちょこ、お顔出し始めてくださったような感じはね。そう。で、そう、9月ぐらいから、ちょっとずつね、まだまだ全然人数少ないんですけれども、アドバイスさせてもらっていて、感じるのはですね、40代前半ぐらいの方っていうのは、割と、多分、失敗するのが怖いのね。誰でも失敗するの怖いんだけど、私も嫌なんだけど、割と50代、60代、70代くらいの方っていうのは、パワーがブルッキーを知ってるからなんでしょうかね。あ、途中から変えても良いかも。そう。変えてもいいというか、きっと対応しながらこっちの方がいいなっていう感じでやってると思うんですよ、作品作りって。ね。だから、対応してる、その場で、その時に対応してるって感じじゃないですか。どうもね、40代ぐらいの方、それより若い方って、失敗をすごく恐れてるような気がするんですよ。だから、やっちゃった方がいいよ、やりながら修正していくしかないよっていうの、すごくね、なんだろう。あまり私ね、年齢がどうのって言いたくない方なんですけど、なんだけど、なんかね、こう感じるんですよね。50代、60代、70代ぐらい、お聞きしてないですよ、いくつっていうのね。ぐらいかなっていう感じの方ってすごくね、やっちゃって、そっからやってるんですみたいな、そんな感じのね、方が多い感じがするんですよね。失敗から新しいものが生まれるかも。そうなんですよね。そうなんですよ。だけど、どうもね、こう、最初からね、こう、
きちんとやりたいっていうふうに考えてらっしゃる方がすごく多いような気がします。失敗は人生で慣れてますか？私もです。ね、生徒さんの夢を叶えるためにって言って、作品集ね、生徒さんの作品集作ってるじゃないですか。で、ほら、ストーリーズでね、できましたっていうところをこうね、ストーリーズで上げたと思うんですけれども。で、試し刷りができてからね、本番の、販売申請っていうのをしたら、エラーが出ちゃって。なんで同じデータなのにね、申請したらエラーが出るんじゃいっていう感じで、もう今日一日ね、それやってたんですよ。一つはなんとかできたんですけど、もう一個は今ね、ちょっと修正。もうまたエラーだよ、ここに来てって、そういう感じなんですけどね。本当ね、もうこういうことなのかってね、失敗して初めてちょっと感じるというか気づくというか、そういうこともあったりしますよね。でも、やっぱりね、なんとなくね、ちょっと40代ぐらいの方っていうのは、40代よりお若い方っていうのは、失敗を怖がってるんじゃないかなっていうのをちょっと感じるので、このテーマでね、お話ししようっていうふうにも思ったりもしたんですよ。で、私のね、手織りの教室のことをちょっとね、例に出しますと。これね、以前のね、歯止めの教室のいろはでもね、お話ししたんですけれども、手織りの教室、カルチャースクールから独立したときに、それまでってカルチャースクールでね、カリキュラムをやっていたので、何年ぐらい？結構長い間やってましたよね。10年近くやってたわけですよ。カルチャースクールから独立して16年なので、まあ9年ぐらいはね、カルチャースクールでやってて。なので、カリキュラム的には独立したときにそんなにね、問題はなかったんですよ。なんだけど、捨てる時もよくあります。捨てちゃうの？気に入ったものしか目の前に置きます。そうなんだ。それはそれですごいな。捨てちゃう。私ね、捨てるまでいかないで、放っちゃうのはあります。もう、これダメっていうのね。それはうまく、こう、綺麗にできなかった時かな。放っちゃうみたいな時がありますけどね。そういうのが、アルメニアンレースは特に、その、一目が揃うのって結構難しいんですよ。そうなるまでに、いっぱいなんかね、そうめんみたいなのがいっぱいね、なんかね、あります。そうです。そんで、私もね、その手織りの教室を独立させたときは、いつまでも置きたくない。そうなの。目の前に置きたくないんだったら、まあ私は箱の中入れちゃいますけどね。私の場合はね、そう。そうやってカルキュラム的には、割とね、そんなに問題はなかったんですけれども、でもね、あったね。だんだん難しくしていくと、やっぱりこれしんどいな。生徒さん、これぐらいだとちょっとしんどくて疲れちゃって、あんまり良くないなっていうのはやっぱりね、サンプルを作るときに少し修正するというか、あんまり難しくないように、難しくないんだけど、割と簡単なんだけど、見栄えがするようなサンプル、課題にしていかなきゃいけないんだなっていうのは、やりながらやっぱり、ね、変えていきました。どんどんね、なんとか折りとかなんとか折りとかっていう、こう、技法に頼りがちになっちゃうんですよね。なんだけど、やっぱりね、そこまで求めてないなっていうのも感じたりするんですよ。それはやっぱりね、やりながら、こう、実際に対応しながら変えていったっていう部分はあるんですね。やっぱりほら、その来てくださる生徒さんたち、どんなことを求めてるかっていうのも、やってみないとわかんないっていうところもあるじゃないですか。こう、ニーズに応えるっていうわけじゃないんですけれども、どん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 、なんとか折りなんとか折りって難しくしていくというね、それを求めてらっしゃるんだなと思ったらそうすればいいと思いますし、私の教室はそうじゃないんだなっていうことを感じたので、そういうふうにちょっと変えていきました。材料が多すぎると糸くずが絡んでたまり、そう、糸くずっていうか掃除機するときにローラーにこう絡まったりします。特にちょっとね、対策作ったりするともう糸くずとかほら
取ってらんないっていうのがありますよね。そういうのはあります。糸っていうか、縫い糸じゃないので、結構ね、絡まります。はい。で、もう一つはね、やっぱり、受講料のこととかですね、そういったこともです。受講料というか、ある時ですね、何年目ぐらいか、1年、カルチャースクールから独立して1年ちょっとぐらいに経ってからかな。家事嫌い。家事嫌いなんですか。でも、私ね、掃除機かけるの好きじゃないですね、私。っていうのは、子供の時に、幼稚園、小学校入学するかしないかぐらいの時からね、掃除機をね、かけるさせられてたんですよ。やっぱりほら、私4人兄弟の一番上なんで、もうだからかな、なんか掃除機かけるの嫌いなんですね、私。そういうトラウマってありますよね。でもかけますよ。ね、さすがに。さすがにかけますけどね。で、話がだんだん進まないんだけど、カルチャースクールから独立してね、1年ちょっとぐらいした時に、ある時に、すごい頑張ってね、素敵な作品作ってくださってた方が、ほうきのみ。え、ほうき？ほうきの方が誇り立ちません？ねえ、掃除機にしようよ、掃除機、掃除機。で、その方がね、突然ね、もうちょっと今月で辞めますって感じになっちゃったんですよ。で、どうしたんですかって聞いたら、介護をしなきゃいけない。切実ですよね。で、はぁ、と思いまして、それはわかりますよ。私もね、母が、ね、もうちょっと若い時に亡くなってるので、やっぱりね、介護を看病って結構ハードなんですよね。で、その時思ったのは、やっぱり自分の時間っていうのをちょっとでも持つと、イライラしないのよね。で、ああ、そうなんですねっていうふうにお話ししているうちに、じゃあ月1回どうですか？やっぱり自分のね、時間作った方がいいと思いますよ。で、月1回でもダメだったらもうね、その時はもうね、お嫁になってもいいですし、みたいなことで、月1回っていうのを作りました。基本は私の教室は月2回なんですけれども、自分の教室じゃないですか。だから、自分でルール決めちゃえばいいわけですよ。話の伸ばさないと100回まで到達しませんよ。そうでございます。でも、あと3回だから。あと3回。ね、そんな風に、やりながら、初め月1回とか全然考えてなかったんですよ。なんだけど、そういう方もいらっしゃるんだなと思って、月1回っていうのを作りました。で、基本、ほら、第1、第3、何曜日とかね、決めてるわけじゃないですか。で、基本、その方は第3なら第3って決めていただいて、振り返りしてもいいですよ、みたいな風にしたんですね。その代わり。とかね、そういったことも、応変に自分の教室なので自分で決めちゃってそれを基本にしちゃえばいいんですね。やっぱりそういうことが起きるっていうのはやってからこそ分かることな気がするんです。初めにはね、やっぱりそういうことは考えられない。で、ある時こういう方もいらっしゃったんですね。やっぱりやめます。どうしたんですかって聞いたら、ご主人が単身赴任すると。やめたくないんだけど、やっぱりちょっと向こうの生活をね、こうね、お家のこととか、いろいろね、ちょっと整えてあげたい。だから行って、行かなきゃいけないのでっていうことで、わかりました。じゃあ、2ヶ月以内にお戻りになられたら、入会金も1回お支払わなくてもいいですよっていうふうにしたんですよ。戻ってきてくださいました。やっぱり、こういうこともやりながら、ね、自分で考えて、マイルールにしちゃえばいいわけですよ。このね、入会金もう一回やらなくていいですよっていうのは、何回か使いました。で、何人か戻ってきてくださいました。やっぱりね、何千円かでも皆さん払いたくはないんですよね。なので、
こういった感じでですね、自分でやりながらで、そう、こういうね、単身赴任でとかっていうことで、一回離れなきゃいけないっていうことも起こるんだっていうこともですね、やって初めて気づくことじゃないですか。なので、やりながらやっぱり修正していって、あ、こういうことは最初に、書いておいた、明記しておいた方がいいんだなとか、そういったこともね、どんどん増えていったりするんですよね。行きたいけど、用事が重なってやめざるを得ないことがあったりもした。そうね。そういうこともありますよ。そういう時は重なっちゃうとね、多いかも。そうか。やめざるを。その、曜日がちょうど重なっちゃうってことでね。そうよね。そういうこともありますよね。そうなっちゃうとちょっとね、まあ困っちゃうんだけどね。どうしてもその、こっちの固定でこう合わせてもらわないとちょっと困っちゃうっていうのはね、最初にこっちを受講してもらってたらね、そういうのはやっぱりあったりはするんですけどね。そうね。そういう時に私はどう返事するかな。そっちは変えられないんですかって聞いてみちゃうかもしれない。もしかすると。まあでも、こっちの固定は変えられないんだよね、とか、あとは、今だったらオンラインでちょっとやってみますか、とか、どこどこの教室何曜日なんだけど、そっちに来られますか、とかっていうふうに言ってしまう、いうふうにちょっと誘ってみるかもしれないですね。というのはやっぱり、一人の方が一回お辞めになると、それが、月謝払って終わり終わりにしちゃうの？月謝払っていかなかったってことになっちゃったってことね。それはまあ確かにね、もったいないけどね。そうだよね。あとはだから振り返り、そういう時はそうだな。それってどれぐらい続くんですかって言って、1ヶ月以内だったらもう1回来てもいいよとかってこそっと言っちゃうかもしれない、私。そんな感じでですね、臨機応変に対応しながらっていう感じで、とにかく最初にそういうことってやる前から分かってればいいけど、そうそうで分からないんですよね。気づかない。あ、そういうケースもある。そういう場合もあるんだとかっていうことってやって初めて分かることなので、最初から完璧にね、やらない。やれないから、とにかく行動してみて、変えていく。お店と一緒ですよね。最初が肝心なの。そうね、確かにね、最初は肝心なんだけど、やりながら変えていくしかないのよね、やっぱりね。私、文化服装学に出てるんですけど、その学生の時にアルバイトしてたんですね。洋服屋さん。洋服屋さんって今言うのかな。T シャツとか、こういうブラウスとかシャツとかスカートとかパンツとかね。そういうのを置いてあるお店だったんですよ。で、やっぱりね、その時によって売れるものとかっていうのが違うわけですよ。あ、これ売れるなと思ったら、ちょっと前面にね、ディスプレイして飾ったりとか、あ、この色ちょっとなんかおしゃれにだし、着てるなと思ったら、その色をね、そういう色ばっかりを、こう前面に出して飾ると、売れたりするわけですよ。それって、やっぱりこう、お客さんが手に取るものを見て変えていく。学生よ、その時。結構そういうの楽しかったんですけれども、学生ですよ。そういったことをですね、やっぱりお客さんを見ながら、お店ってやっぱりほら、ディスプレイとかも変えていくわけじゃないですか。それと一緒で、やっぱり開きました。開く時に完璧ももちろんなんですけれども、やっぱりこう、対応していくっていうことは、必要だし、対応していかざるを得ない。対応力ができていかないと、どんどんしぼんでいっちゃうんだなっていうのもやっぱり感じたりもしますよね。はい。すごい。いや。楽しいじゃないですか。あ、お店に来た人がね、あ、こればっかり見ると思ったら、それをちょっと前に出してみるとか。やっぱり気づいて対応していく。それって
にやらなきゃ分かんないことなので、そういうふうにやっぱりやってみて、行動してみて、こう対処対応していくといいような気がするんですよね。だからあんまり頭でっかちにならない、よしここでやってみようって思ったらそのままゴーって感じで進めていく。もちろんね、最初はね、肝心的すっきりと鈴木さんおっしゃいましたけど、最初にね、こう想定できることっていうのはやっぱり決めていかなきゃいけないともちろん思うんですけれども、そういったことね、やりながら、初めに決めて、でやりながら一つずつ追加していって、マイルールというか決めていって、3年かそれぐらいやればですね、だいたいなんか大まかじゃなくて おおよそのいろんなことは起きてくるので、だいたいのね、自分のこの教室なり自分の好きなことを仕事にしていくっていうことに対しての、ルールが決まっていくと思うんですよね。なので今なんかいやどうしようかなって思ってる方がいらっしゃった、とりあえずやってみて、そこからこうしようこうしようって決めていくっていうのも必要だと思うんですよね。そうそう、その私のね、生徒さんの作品集も、あ、これはもっと詳しいことを、この本買ってくれた人だけで見れるね、こうリンクを貼って、こっちのサイトに見てもらおうとか、そういうことも考えたりとかしていますし、あ、そこにこういろんなコンテンツをね、その本を買ってくれた人向けにこうサービスしていくっていうのもありだなとかって今ちょっと考えてるんですよ。そんな風に、ああいうね、ただ一冊の本ですけれども、その本を作って販売する、売れるかどうかわかんないけどね。その販売するっていうことで、買ってくれた人に対して、じゃあどうしていこうかなっていうことも、なんかやりながら、あ、こうしようかな、ああしようかなっていうことも考えていける気がするんですよね。で、このハンドメイド教室のいろはも、あ、本にしようと思ってですね、今ね、目次を考えているところでございます。それも作品集を作ろうって思ったから、あれ文章だったらもうちょっと簡単にできるかななんて調子づいてですね、それも今ねちょっとまとめて本にしていければいいんじゃないかななんていうふうに思ってるところなんですよ。だからやりながらなんかこうアイデアが浮かんでくるね、ものづくりとね一緒のような気がしますよね。やっぱり先生に向いてってるわ、そんなことはございませんよ。ものづくりと一緒でございますよ。本当本当、ものづくりと一緒ですよね。やりながら、あ、こうしていこうかなっていうアイディアがこう、ね、自分なりのアイディアですよ。それが合ってるか合ってないかはもちろんわかんないわけじゃないですか。そういうのをこう、やりながら、こう工夫していくっていうのがなんか楽しいかななんて思いますよね。キルト鈴木様はあんなダイナミックな作品作られますから。本当素晴らしいと思います。ということで、97回で、明日、さては98回目です。総集編、勝ちっていう言い方。ですね、木曜日はですね、モチベーション維持に必要なことです。やっぱりね、何年か続けていくと、気持ちがだんだんこうなってくるよね。その時にどうしたらいいか。やっぱり続けるたびにどうしたらいいかっていうことを総集編のパート8としてお話ししようと思います。今日もありがとうございます。キルト鈴木さん。暑いので熱中症にならないようにお気をつけください。ありがとうございました。